チャップス。まあ二軍監督やっとったら、はい、他の庭は青く見えるというか、はい、ね、いい選手がたくさんいたと思うけども、はい、まあ、山下俊平だとか、あ、ね、僕2年間で、ね、山下君ほぼ投げなかったですよ、2軍。あ、投げなかった。1回投げたかどうかぐらいで、宇田川は投げてましたよ。よかった、ね、宇田川はよかったです。馬力があるなと思って、僕ジュニアオールスターで長崎一緒だったんですけど、とにかくでかいじゃないですか。ほんでこれピッチャーなと思ったんですよ。なんかさ、他のなんかこいつは絶対出てるみたいな、一昨年かな、オフに動画でやらせてもらったんですけど、まあその、まあ、野手で言ったらカープの田村。あ、いや、それ俺一押しやん。いや、それはね、1年目からバットの使い方が木のバットに馴染んでるっていうんですか、うん、で、高校卒業してあんなに構えた時にどっしりしてるような雰囲気だから、まあ、あの同級生っていうのは、まあ、阪神前川とオリックスの池田っていう今年主人だったんですけど、まあ、タイプは違うんですけど、みんな4位5位ぐらいでしょ。で、そのすごくその対応能力というんですか、で今の選手はね、やっぱり上としてるからでかいです。で、力あるよね。力あります。で、僕らの時みたいに青玉ちゃいますから、やっぱりそのこういうボールに対して力で打たなきゃいけないんで、相当体がでかいですね。あ、だからソフトバンクとか、そうね、あのソフトバンクはちょっと怪我人が多かったですね。だからやっぱりちょっとね、ウエスさんってあの、まあ、阪神、オリックス、広島、ソフトバンクでしょ。でソフトバンクちょっと今年最後にもね、ちょっとこう追い上げ効かへんかったみたいなところあるじゃないですか。一昨年は強いなと思いましたけど、去年に関して言えばちょっと怪我人が多かったかなという。でも井上っていうのは良かったんじゃない。彼はね、生駒ボーイズで、生駒ボーイズの監督が PL ですから、いいでしょ。楽しみでしょうね。楽しみだよ。楽しみです。だからあの思い切りと、あと守るとこでしょ。でも、まあ、井上君は右でね、パンチ力あるし、3年目っていうことで、最後ちょっと1軍でね、結果出したんで楽しみでしょうね。楽しみだよね。だから、ソフトバンクはやっぱりのリチャードもいるし、まあ、リチャードのパワーってすごいですよ。やっぱすごいよな。逆方向にもすごい投げ打ちますから、ここも監督がね、今年1軍監督になったんで、例えばリチャードをね、我慢して何打席か使えばね、ポンと結果出したらそこで良くなる可能性あるでしょうね。やっぱそのぐらいもう来てるということだよ ね。守備うまいですよ。スローイングいいですよ。ああ、そうなの。はい、ファームでもその29本とか30本近くホームランをズバッターって、なかなかいないからな。ボールも飛ばないですからね。それでやっぱり打つんですから、やっぱちょっとこう何かのきっかけで大活躍する可能性あるんじゃないですか。あの阪神の野口、あの育成のでしょ。 あの野口君とカープの中村っていうのが同じ大学の3番4番なんですね、うん、九州の。あのカープの中村っていうのも、僕らも育成っていうのはちょっとね、試合がじゃない風な見方するじゃないですか。これもバッティングとか、あれも育成じゃなかったです。いや、野口はいいと思うけど、いいです。いいよね。いいです。もう本当楽しみですよ。楽しみだよな。だ、怪我があってね、ちょっとあれやったんですけど、うん、右の長距離砲ですよね。あれはこの阪神の独特仲間へのいつぼ、いつぼくん、関東一高、うん、それね、必ず高校の名前とか言ってるね。いや、いつも僕の知り合いのなんか知り合いの息子さんみたいなんで、ちょっとあんだけ普通肩入れたら、バット出にくいけど、インコースがパン出てくるんですよ、うん、高卒1年目で、あれだけなかなかバット振れて試合に出続ける、うん、で振りがいいです、うん、構えじゃなくて、バットに出てくる角度がいいですよね、うん、だから腕短いと思うんですよ、うん、だからすごいそのやっぱりこう離れへんと思うんですよ、うん、バットは多分彼3位ですかね、高卒の外野手で3位ってかなり評価高いですよね、うん、ただタイガースは結構ね、井上ってのもいるから、履正社の、あ、で前川がいるでしょ。井上どうなん、前川、前川いる。井上はね、やっぱりもう今年5年目でしょ、うん、今年のドラフト入ってくること同級生やから、そこでなんかちょっと一つの評価の判断になりますよね。なるほどね。そつなくこなすタイプですけど、僕ら見てて、強いて言えば彼がまっすぐ腕出したらレギュラーになるんじゃないですか。森田さん見られてて、やっぱりまっすぐ強いバッターっていうのは最後怖いじゃないですか。いや、まあ基本だよな。ピッチャーも最後困って、もう 3-2 もうどうしようもない時にね、もちろんその、まあ、フォークとかスライダーで空振り取れる人もいますけど、究極ね、そのど真ん中で打ち取るっていうぐらいのまっすぐのその強さ、うん、僕はちょっと聞いたら、そのオリックスはそんな感じで言うてるっていうから。なるほど、ね、球が速いですよオリックス。早いです。みんな150を超えてきますもん。そうだよな。広島が人的保障で、はい、日高まだ線は細いですけど、
でまあそれよりあの制度どう思います？え制度、まあ、ルーキーのオフでしょ、うん、それを人的保障で取れるようなあれなんかちょっと可哀想な気がするんですよね。いやいやそれはもうねルールは変えないか、うん、で今年でよく分かったのが情報漏れしてね、和田もそれは気の毒だよ。だ引退するって言ったんでしょ。それはそうかな。岩瀬もそうじゃないですか、うん、いや気持ちは分かるよ。分かります、うん、そしたら A ランクの選手を取ったとしたらドラフト1位の権利を上げるとか、うんね、B ランクだったらドラフト2位の選手指名権を上げるとか。やっぱ入団してからね、うん、3年間は取っちゃいけないぐらいがいいんじゃないですか。いやまあそこもそうだと思うよ。出ないとなんか本人もなんかちょっとこうええみたいな感じでしょ。まあまあそりゃなるよね。そりゃ優勝チームでな、はい、いや次は俺の番だって思ってるのがさ、うんうん、まあそういうことになるし、はい、あと阪神の門別っていうのが岡田監督は非常に評価高いんだけど、高卒あの北海道の子でしょ、うん、あのねやりの割に器用ですよ、うん、あれにまあ切り式って言うでしょ、うん、あの辺がやっぱりね門別は確かに高校生離れしてるというか、まあ、高校生の子ってやっぱりなんかこうどっかまだ力が弱いとか、うん、バランスが悪いとかってあるんですけど、もうまとまってますよ。球速いです、うん、ああそう。やっぱ左ってこう細かいことできないピッチャー多いじゃないですか。それが多分できるタイプでしょうね。見てたら器用なセンスがある。でも阪神のピッチャーもいいんですよ。いいはあそういい。だって調整で佐伯とか投げたらやっぱりそれは良かったですよ。佐伯打てんわな。打てんです。ほら打てないですよ。だから、まあ、森木もまあ球速いですし、その門別、桐敷、阪神のピッチャーも球が速い。はい、速い。基本は速いピッチャーじゃないといかんっていうことかな。だからまあ今のさっきの例、ね、で言うと大竹なんかでもやっぱ、うん、ソフトバンクじゃ遅い系だと思うんですよ、うんうん、だからああいうふうになってやっぱいいところでその自分の持ち味出せたんちゃいます、うん、なるほどね。あれはあの大竹とファームでもやっぱり左のインコースにしっかり掘れましたから、うん、なるほど。球持ちの最後のピュッていうこう分かるじゃないですか、うん、あるよね。それのもやっぱり彼の生命線でしょ、うん、左のここのインコースにしっかり投げれるピッチャーでした。中日はピッチャーですか、うん、去年は育成から松山がね、ああの頑張ってくれましたから、彼はもうキャンプからボールもちょっとちゃいましたよ、うん、でハードがいいです。こうね最後のボールのグッと力が強いです、うん、ちょっとこうカット系いきますけど、そのボールのこの力っていうんですかね、これ強いし、ああいうタイプでコントロールいいですよ、ま、なんかこう前に前に出てくるよね。いやいいですね、うん、本当にちょっとファームでもその抑えやってもうてたんですけど、そういうのに息に感じて やるタイプなんで、すごく僕らもその応援したくなるタイプっていうんですか、ね、育成から這い上がってやった、はいはいはい、本人もすごくそのやっぱりこの負けん気っていうんですかね、うん、それが表に出るタイプのピッチャーなんで、だから今年がね2年目ですからね、どう成長してくれるかですね、うん、他は野手はいない、中日は。あのまあルーキーで言ったらね、あの浜っていうのね、あ浜、あの西村さんに独自で盗塁を教えてもらったっつって、はいはいはい、彼は元々外野手だったんですけど、プロに入る1年目はショートをやってたんですけど、まあ、去年1年間ショートを、まあ、やらしてみようってことをやったんですけどね、まあ、ちょっとその、まあ、不慣れな点もあってまた昨年から外野に戻ったんですけど、まあ、肩は抜群ですよ、はい、で足もまあまあ、盗塁これからできる、うん、独立リーグだったら結構走ってたみたいなんで、中日に今俊太いるじゃないですか、うん、俊太もすごいでしょ肩、うん、タイプは違うけどああいう風なタイプですよ、はい、肩は。でも今年守備固めでいけるかも分からへんぐらいのとこまで来てると思いますよ、はい、まあ、中日は本当は守りと、はい、足っていうのも一つのテーマになってくるもんな。広いからね、走塁とかね、はい、だからそういう面では出てきそうな選手はね。でみんなオフもね、台湾のウィンターリーグ、はいはい、やっぱりクリスマス前までねもう頑張って行ってきたんやから、みんなやっぱオフって休みたいとか、うん、遊びたいっていう風な年齢じゃないですか、うん、そういう中でもさって行って一生懸命見られてたっていうんでね、これはもう行ったメンバー、うん、みんなやっぱりもう期待しかないですよ、うん。でも今名前をこう挙げてもらった選手っていうのは今年一軍で見れそうな選手ばっかりやね。本当に今年はうちはねたくさん補強もしましたし、うん、競争がね少し激しくできるようになったんで、うん、もう誰がね一軍に上がってきてもおかしくないと思うんですよ。まあそうだね。逆にだからそういう選手がたくさん出てくれば、うん、選手って僕たちがどうのこうの言うよりも本人たちが一番感じることじゃないですか、うん、
宮崎のフェイクスリーグ行った時もこのドラフトの前日とか渡来1位指名で出るとね、うわ渡来かよって外野手が言うわけですよ。やっぱそれはそうですよ、まあ、まあそれはそうライバルが入ってくるわけやからな。それでいいと思うんですけど、ね、やっぱみんな気にしてんだと安心しましたよ。なるほどね。だからみんなその選手があこいつこうなってきてるなとか、あこいつに俺勝ってるなとか、だからそれを感じなきゃいけないし、もっと言えばそのこうやって俺出れるんちゃうかなとか、俺はこれいかなあかんなとか、うん、監督どうやって俺作ってくれるのかなとか、うん、いうようなことを考えてやってくれたら僕いいと思うんですけどね。なるほどね、はい、まあでもね、いろんな選手の名前が上がったけども、中日も、はい、まあ、いい方向に選手たちの意識が向き始めたというね、はい、まあ、そういう話が聞けて安心しましたよね。はい、ありがとうございました。